ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年1月4日木曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後6時40分を少し回ったところです。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口改札前で訴え続けております。政治団体君の会、長谷川隆です。今日言論の自由と報道の公正が大変な危機に来ております。そしてご存知のように偏向報道ね、思い切ったというかね、嘘の報道、それから確信を持ったよね、確信犯みたいな捏造報道、こういう偏向報道が目につくのです。これは私たち民主主義国家にとって、選挙による議会制民主主義国家にとって断じて許してはならないことです。偏向報道が、そして嘘の報道が、私たち議会制の民主主義国家にとっては最大の敵です。嘘の報道をされてしまっては、正しく投票行動がね、できませんよね。今日のね、朝鮮半島の問題、そして大韓民国の問題についても、中国共産党の問題についても、極めて偏向報道がね、されております。何かこの大韓民国においては、ここのところね、昨年末からね、いわゆる慰安婦の問題で日本の報道機関は他人事であるかのような報道をしてます。そもそもこの報道する前にね、報道する際はね、この問題がどこにあるのかというところを先に言わなくちゃダメですよね。慰安婦合意あった、だからこの事件はあったんだということになってしまってる。少なくとも報道のね、この日韓合意の問題で大韓民国の中は混乱してます。国家が二分してます。そもそもこの問題は、この慰安婦の事件はね、私たち日本の、私たち先輩先人のね、事件ではなかった。あくまでもでち上げられた、捏造した事件であった。そのことはね、きちっと歴史資料においても、当時の記録からもはっきり証明されてるんですよね。その上で、あまりね、大韓民国の方々が、皆さんがね、やん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 言うもんだから、日本政府もつい面倒になっちゃってね、じゃあ少しね、かわいそうなところあるから面倒見ようか、そんな安易な、ね、妥協したんだよね。もともとその慰安婦事件というものは、事件となったものは、日本が敗、ね、先の大戦に敗れて朝鮮半島から引き上げ撤退して、
その後朝鮮半島内において南北のね朝鮮戦争が起きた。その中での悲惨なね慰安婦事件でしたよね。それはその事件をね私たち日本のね軍人さんがね占領してた時の事件であるかのようにね報道して、もともとね朝日新聞の捏造でした。それにね乗じてそれを利用して金儲けをしようとゆすりたかりをした人たちでしたよ。今現在もそのような方がおります。私をねここでね金がねゆすりたかりだという私も言ってきました。もちろんこれに対してね非難のメールもあります。非難の声も聞かれます。しかし私はこれは断じてね許すことはできません。また日本のね朝日新聞 NHK においてもこの捏造したね事件をさもあるかのように報道していろいろ検証された結果、朝日新聞はこれは嘘だったと誤りであったというところを認めましたよね。しかし長年にわたって堂々と報道してきたこの嘘の報道を訂正するときはほんの数行ですよ。そしてその嘘によって混乱が起きてます。大韓民国の中で国家が二分されてますよ。国内でそれを政治利用して大統領になってしまった今日の文選挙ね大統領も収拾つかなくなってる。ところが彼らは混乱することによる利益が大きいんですよね。ゆすりたかれですよ。もちろん他の国のことですから干渉しきれないね立ち入っちゃいけないところもあります。しかし言えることはそれを日本のせいにして日本を利用してそして自分たちの権力を固めようまたゆすりをたかりをするということは私は許すことはできません。また大韓民国の国民の皆さんもね許すことはできないでしょう。今度政権が変わるときはね前大統領は今逮捕されて牢獄の中にいますよね。今度の大また政権が変わったらやはりまた牢獄に入ることになるんでしょうね。しかしこの問題はねこの慰安婦の事件そのものはもちろん日本の責任ではありませんよね。しかし言えることはこの偽装ね捏造を日本政府の中でもあるいは報道機関でも分かってるのに面倒なもんだから甘ったれてねゆすりたかりに来るもんだから何度も何度もねち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 朝鮮半島の方々がね言われるもんだからこれじゃあ政治ね前に進まないってことでじゃあとりあえずこれはしょうがと分かったと何かしのね見舞い金と形で何使うか分からんけどもということで払ったの。そしたらそうじゃないんだよね。最初の約束ではそれでもう話は終わってたの。彼らも二度とそれを話にしないと約束してたの。ところがホレミの認めたじゃないかやっぱりあるじゃないかとこうなってしまう。このことはね100年もいやまあ200年とは言いません。100年以上前にね福沢諭吉のね脱亜論をね読めばわかるじゃないですか。彼らはそういう民族なんで、それは民族を非難してるんじゃないんですよ。そういうことを理解して私たちが朝鮮半島の皆さんとお付き合いしなくちゃダメだってことなん。私たち日本の国がねそれを学んでいないんですよ。中にはねもうお付き合いしなきゃいいんじゃないかと言ってる。そうはいかないんですよ皆さん。
そうでしょ、ね、ひょっこりひょうたん島じゃないんだから、あっち流れこっち流れってわけにいかない。ぜひここのところはね、はっきりここで決着をつけましょうよ皆さんね。残念ながら、まあ残念ながらと言っちゃいけないか、今度2月にオリンピックあります、朝鮮半島でね、冬のオリンピックありますよ。本来ならばめでたいめでたいってことなんです、オリンピックですからね。ところがこういう状況ではね、まあもちろん安倍総理は行きません、参加しません。当然こんなような問題が残ってますしね、冗談じゃないよってことでね、余ったれるのもいい加減しろよ。まあもちろん彼の口からはこんな口は言ってませんよ、どういうことですよね。まあ日本の国民の皆さんはどんどんそうですよ、もういいよとね。ここでは断固としてね、そして少なくとも日本のね、日本政府の閣僚はこのオリンピックの開会式なりオリンピックに顔を出しちゃダメですよ。それから日本とね、大韓民国との政府間のね、いろいろなさまざまな安全保障に関わるね、もちろん朝鮮半島北朝鮮の問題ありますから、いろいろ協議しなくちゃいけない。この問題については日本で話するんじゃなくて、ね、第三国でねお会いした方がいいと思います。少なくともそういう国のね閣僚、政府の閣僚を日本の国に、日本の領土を踏、ね、土を踏ましちゃダメですよ。それが外交なんです。もちろん話し合わなきゃダメですよね、もちろん。ですから話をするんでしたらちょっと迷惑かもしれないけれどもね、近くのフィリピンだとかね、あるいはシンガポールだとかマレーシアのね、お国のね、お世話になって、そこの会場を借りて、そこで話し合う。これが外交なんですよ。ところがね、そこのところは甘すぎる。現実に竹島なり、軍事占領してるんですよね、大韓民国は。日本を侵略してるってことなの。その侵略国家のね、少なくとも政府の閣僚、大統領をはじめ、それを日本の土を踏ましちゃダメですよ。当然そうですよね。これが外交なの。それを堂々とね、発言をしない。日本のメディアも発言しない。これじゃあ何のためのメディアかわからないですよね。報道機関というのはね、日本政府のね言う通り やればいいってもんじゃない。もちろん現在はそうじゃないですよね。日本政府に対して、時の政権に対して厳しい意見を言う、あるいは提言をする、疑問を呈する、これはいいことです。しかし今日の NHK をはじめテレビ局、朝日新聞も、新聞社は日本を貶めようとする反日報道だけじゃないですか。ただ単に安倍やめろ、安倍やめろというだけの話です。これでは何のための報道機関か分かりません。 NHK においてもそう、朝日新聞についてもそう、日本を貶めようとする反日のね、日本を貶めようとする反日のですね、巣窟になってるじゃないですか。これではダメです。皆さんぜひ報道機関をね、厳しい目で見ようじゃありませんか。こんにちは、ありがとうございます。